出場する種目は、3km 個人追い抜きとスクラッチとマディソンです。オリンピック種目でもあるマディソンです。もちろん優勝を狙って走りたいと思っています。内野選手がすごくスプリントもあって、あのセンスもある選手なので、すごく信頼を置いています。なのですごい強いチームメイトがいるので、2人で力を合わせながら優勝に導いていければなと思っています。内野選手がポイントを多く取ってもらう形で、私がそれをつなぐような形になるんですけれども、まあスプリントをしないといえども、2人でやっぱりスプリントをして得点を取るっていうのが目標になってくるので、4周前からの位置取りであったり、そこからうまくつなげるっていう意味では、2人でスプリントをして得点を取って優勝につなげていきたいと思ってます。スクラッチは前回大会で優勝できて、個人で優勝できるのってこんなに嬉しいんだっていうのを初めて感じられた大会になりました。なので同じ気持ちをもう一度味わえるように、さらにパワーアップした姿を見せられるように頑張りたいと思ってます。そうですね、今の持ちタイムが3分40秒なので、まあ、40秒切って30秒台にあの走れなければもう話にはならないので、そこを狙って走っていきたいと思っています。そうですね、あと私が初めてエリートの大会、エリートとして挑んだアジア選手権の初めての大会がインドだったので、すごく思い入れのある大会ではあるんですけれども、私は最終日にお腹を壊して5日間熱とお腹の調子が絶不調というのを経験しましたので、あまりいい印象はなく、もう二度とこの国には来たくないなと思いながら去った国ではあったので、まさかこんなに早くもう一回回ってくるなんて思っていなく、ちょっと残念な気持ちも少しあります。はい、今回は、日本食こっちで持って調達できるものをたくさん持って行って、なるべくその食事で賄って、本当にコンディションを整えることだけを考えて生活したいなと思ってます。はい、今年もアジアチャンピオンになれるように、うちの選手と精一杯頑張ってきますので、ぜひ応援よろしくお願いいたします。